そうですね、まあ、あの前回の、まあ、ワールドカップとか、まあ、見据えて、まあ、自分たちが、まあ、やっぱ前の記録が最低限の、まあ、結果だと思いますし、まあ、そこをしっかり目指してやらないといけないというところは、まあ、一人一人自覚しないといけないと思うんですけど、まあ、個人としてはやっぱり気持ちの部分で、まあ、観客入るかどうか分からないですけど、まあ、その部分で、まあ、遠くから応援してくださる、まあ、サポーターの人だったり、まあ、あの、まあ、ビーチサッカー関係の人だったり、まあ、全ての、まあ、チームのことに対してあの応援してくださる人たちのためにも、まあ、自分たちが結果であの答えないといけないと思うので、まあ、その声援をしっかりあの受け止めて、あの自分たちをパワーにして戦いに行きたいと思います。そうですね、まあ、あのオズグ、まあ、監督と選手兼でやってるっていう部分もありますし、まあ、コーチとして現役でやってた、まあ、田畑コーチもいますし、まあ、前と違うところはその選手だった人がコーチとか、まあ、アシスタントで、まあ、入ってくださってるっていうところで、まあ、いろいろコミュニケーションが取りやすくなったっていうところと、まあ、そこで、まあ、ベテランの選手もいれば新しい選手もいる中で、まあ、そのチームが話し合えるっていう環境が、まあ、しっかり作れているっていう部分ではあの強みがあると思います。あと、まあ、まとまりもしっかりありますし、まあ、今までのこの経験を伝えるっていうところも、まあ、この合宿の間とかでもいろいろしてきたんで、まあ、そこではチームの力がやっぱ底上げになってるっていうところ、層が厚くなってるっていう部分は感じるので、まあ、そこはチームの強みが今のチームあるのかなと。はい、ベストゴールキーパー賞ですね。まあ、赤熊選手といろいろ話したりとかしてるんですけど、まあ、赤熊選手はあの得点を狙うから、あのユウさんはベストゴールキーパー賞を狙ってですね、で一緒に優勝しましょうって言って、まあ、そこはしっかり応えていって、まあ、自分自身も今まで代表入ってたデルキーナ・シンゴ選手が今までいたっていう部分もありましたし、まあ、今回あのギノー選手と、まあ、城田選手が一緒にゴールキーパーで行くんですけど、まあ、そのベテラン勢も含めて、まあ、自分がその今まで築いてきたあの最高のところを抜いていきたいと思っております。いつも応援してくださるサポーターの皆様、そしてあの日本代表の方を応援してくださる皆様、そしてビーチ関係者の皆様、いつも応援ありがとうございます。まあ、僕たちは、まあ、ロシアという、まあ、海外の地で戦うことにはなるんですけれども、あのしっかりあの応援の気持ちと声援を感じて自分たちをパワーにして戦っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。結果としてしっかりあの出して帰ってきたいと思いますので、メダル取って帰ってきます。応援お願いします。まず攻撃